キーボードを使ってポケモンを調査。バトル&ゲットポケモンタイピング DS。 プレイヤーは野生のポケモンを調査するため様々なコースへ出かけます。調査に使うのはこの任天堂ワイヤレスキーボード。 DS カードと無線通信でつながりゲームを操作できます。コースに出現するポケモンの名前をキーボードで入力。ポケモンの情報が手に入り研究ノートに記録されていきます。ポケモンの名前を入力できれば得点が入ります。間違えず入力を続けることで獲得できる得点がどんどんアップ。さらに素早く打つことができれば高得点が狙えます。友達や家族とランキングを競うこともできます。調査は明かりをつけながら進むコースや、ポケモンが通り過ぎる前に素早くタイピングするコース、隠されたアイテムを見つけて進むコースなど、60を超えるコースでポケモンを調査。さらに強力な攻撃を仕掛けてくるボスとのバトルが待ち受けます。1文字ずつ入力するコースやローマ字を入力するコースなど、キーボードに初めて触れる方でも遊びながら覚えることができます。登場するポケモンたちはポケットモンスターブラックホワイトのポケモンをはじめ400種以上。バトル&ゲットポケモンタイピング DS。 本作にはソフトの他に任天堂ワイヤレスキーボード、 DS コンパクトスタンドなどがセットで入っています。